皆さんこんにちは。今回はケプラーについて、解散の噂や人気低迷の理由、そしてメンバーの今後について追っていきたいと思います。韓国メディアによると、ケプラーのメンバー9人は7月を最後に各自の所属事務所に戻ることが報じられています。活動終了前にアルバム活動やコンサートを開催し、ファンに別れを告げるとのこと。2022年にデビューしたケプラーは、衝撃的なデビュー曲ワダダで一躍注目を集めました。そもそもケプラーは2021年10月に終映したオーディション番組ガールズプラネット900クック少女祭典を通じて結成されたグループです。オーディション番組から生まれたプロジェクトグループは2年6ヶ月といった期間を定めてチーム活動するのが一般的。アイズワンやワナワンといった人気プロジェクトグループも期間内で解散しています。特にアイズワンの場合、ファンがクラウドファンディングで数億円を集めて活動継続を指示したが、予定通りに解散となりました。ケプラー側も定められた期間以上の活動延長のために動いていたものの、各所属事務所との調整はうまくいかなかったようです。期間限定の活動ということで、解散までのカウントダウンが始まっているケプラー。今後もメンバーたちの芸能活動を見続けたいというファンの声はとても多いです。 SNS 上ではすでに解散後の予想も出ておりますので、ファンの皆さんがどのように予想しているのか紹介したいと思います。まず日本人メンバーの坂本真白はスカウトされ中小事務所に入り、芸能活動を続けると予想されています。江崎光は ABEX 所属のため、活動終了後は ABEX のアイドルグループと合流するのではないかと言われています。韓国人メンバーのチェ・ユジンはソロで女優やモデルとして活動し、キム・チェヒョンはソロ活動で芸能活動を継続すると予想されています。キム・ダヨンはオーディションを受けるなどしてアイドルとして再デビューし、ソ・ヨンウンはグループとして再デビューかソロ歌手活動をするのではないでしょうか。カン・イェソは事務所のグループに合流、または新グループで再デビューし、ヒュニン・バヒエはソロで芸能活動を続けると予想されています。中国人メンバーのシャオティンは中国に戻って芸能活動を続けるでしょう。ファンの間ではどのメンバーも解散後そのままソロやグループでアイドルを続けると予想されているのです。このように解散後の活動が予想できるのは、ケプラーが練習生としてサバイバルオーディションに参加したのではなく、あらかじめ事務所に所属していたためです。もともと所属していた事務所の方向性や、その事務所ではどのようなアーティストが所属しているのかなど情報がある程度つかめていることから、解散後の活動予想ができるのです。特に注目されているのが日本人メンバーの江崎光です。ケプラー解散後は XG というグループに合流するのではないかと言われています。 XG は ABEX 傘下の韓国法人 X-GALAX ジェイコブスに所属する7人組ガールズグループで、2022年3月にデビューしました。 XG はプロデューサーのジェイコブスと ABEX が連携して、5年間かけて世界で活躍できるダンス&ボーカルユニットを育成するという X-GALAXY プロジェクトから生まれました。メンバーは全員日本人ですが、世界を目指しているので、曲はもちろん SNS なども全て英語です。 YouTube では日本語で話してくれているので、ぜひチェックしてみてください。デビュー曲のミュージックビデオの再生回数は2000万以上、セカンドシングルのミュージックビデオの再生回数は3300万以上と快挙を成し遂げています。韓国の音楽番組にも多数出演し、大活躍中のグループなのです。そんな XG が誕生するきっかけになったのが ABEX であり、光は小学生の頃から ABEX アーティストアカデミー福岡校に通っていました。2015年には ABEX アーティストアカデミー福岡校の選抜メンバーとして結成されたメルティというガールズグループで活動、2017年頃からはクロスギャングとして活動していました。その後 XG を生み出した X-GALAXY プロジェクトにも参加し、ヒカルも一期練習生として最終選抜まで残っていました。本来ならヒカルも XG としてデビューする予定だったはずです。 XG のプロデューサーのサイモンのインスタの投稿には、 XG のメンバーと思われる8人の女性とサイモンが後ろ姿で写っています。実際にデビューしたのは7人なので、残る1人が XG としてデビュー予定だったヒカルではないかと言われているのです。しかしヒカルはガルプラに挑戦し、見事ケプラーとしてデビューを果たしました。ただケプラーは活動期間が2年6ヶ月とあらかじめ決まっています。
デビュー日が2022年1月3日なので、解散は2024年の7月上旬頃になる予定です。解散後はアイズワンのウォニョンやユジンがアイブ、宮脇さくら、チェウォンがルセラフィムの中心メンバーとして活躍しているように、新しいグループの中心メンバーになることが多かったです。しかしヒカルは約4年間 XG のメンバーたちと共にデビューを夢見て練習してきた仲なので、ケプラー解散後に合流という形も十分にありえそうです。実際 XG のプロデューサーのサイモンは、ケプラー解散後はヒカルは元の事務所 ABEX 所属に戻るので XG への加入を予定していて、ヒカルが戻ってきたら話をすると答えています。これだけでもヒカルが XG に合流する可能性はかなり高そうですが、これがさらに現実的に見えてくるのはサイモンとヒカルの写真と動画です。2022年7月、韓国の音楽番組でケプラーと XG が共演すると、サイモンはヒカルを交えた8人と写真を撮り自身のインスタにアップしています。また XG の公式 TikTok で XG のセカンドシングルマスカラを踊っている動画を投稿しています。これらはヒカルがいきなり合流となった時に既存のファンから批判されないように早い段階から鳴らしているようにも見えます。プロデューサーとしてヒカルを XG に合流させたく、そのための準備もしているといったところでしょう。サイモンはヒカルと話し合うと言っているので、最終決定権はヒカルにあるのかもしれませんが、約4年間も同じ夢を見て苦楽を共にした中で一緒にいる姿を見ても本当に楽しそうなので、ケプラー解散後は XG に合流する可能性が非常に高いのではないでしょうか。さてそんなケプラーですが、人気ない、終わったのではという声も上がっているようです。ライバルグループが強すぎて韓国人気ないのではという意見も。ケプラーが人気ない、終わったと言われる理由はいくつか考えられます。一つ目は第4世代のライバルグループが強すぎるということです。第4世代とは2018年以降にデビューした2000年代生まれのメンバーを中心に組まれたグループのこと。ケプラーも第4世代にあたり、他にはエスパ、イッチ、アイブ、ルセラフィム、ニュージーンズなどがあります。 K-POP を知っている人ならほとんどの人が一度は聞いたことがあるほど有名なグループばかりですよね。各グループのデビュー曲のミュージックビデオ再生回数を比べてみると、ケプラーは6つのグループの中では少なく、約4ヶ月後にデビューしたルセラフィムのデビュー曲よりも再生回数が少ないのです。6つのグループの中でデビュー曲ミュージックビデオの再生回数が最も低いニュージーンズはデビュー後にヒットを重ね、2023年7月に公開されたスーパーシャイのミュージックビデオは約9ヶ月間で 1.7 億回も再生されています。一方ケプラーの2023年9月に公開されたガリレオのミュージックビデオが2810万回、2023年11月公開のグランプリのミュージックビデオが726万回の再生となっています。ケプラーのミュージックビデオ再生回数を考えるとやはり伸び悩んでいるように見受けられます。2つ目は和田大光の路線変更が不評だったことです。デビュー曲和田だはガールクラッシュな雰囲気とフレーズで大きな衝撃を与えました。ビジュアルも良く、売り上げなどの成績も悪くなかったはずです。ガルクラな雰囲気のまま次の活動曲に移るのかと思いきや、以降は急に路線変更して爽やかなテイストの曲が多くなったケプラー、それ以降成績が伸び悩んでいるのが現状です。そのため路線変更により人気が低迷してしまったのではないかという声もあるのです。3つ目はビジュアルやスタイルが微妙だという意見です。韓国人は日本人に比べて背が高い傾向にあるため、 K-POP のガールズグループには170センチを超えるメンバーがいることも多いです。第4世代のガールズグループを見てもアイブは特に平均身長が高く、全員のスタイルやビジュアルが良いと話題になっています。しかしケプラーの場合、半数以上が身長150センチ台、日本人女性の平均身長が約159センチであることを考えると、身長について物足りなさを感じてしまうファンもいるかもしれません。他のガールズグループに比べるとコンセプトも相まって幼く見えてしまうのかもしれません。ただ日本のファーストアルバムのビジュアルはモノトーンを基調としており、かっこよい雰囲気です。ネットでもこんなの隠し持ってたのと驚くファンもいるほど平均身長が低めなケプラーですが、このスタイリングは完璧ですよね。4つ目はメンバーの熱愛におわせです。ケプラーのメンバーダヨンの熱愛におわせも理由の一つと考えられます。相手として名前が挙がったのは7人組ボーイズグループサイファーのウォン、小物やアクセサリーなど共通して保持しているアイテムが
多数あったほか、お互いの写真を撮り合っているのではと思われる画像が流出。当時はファンの間で少し炎上してしまったようです。もちろん恋愛は自由ですが、アイドルとしてのプロ意識がないと感じる人もいるかもしれません。5つ目はガルプラでの炎上です。ケプラーが生まれたガルプラにおいて、ヒュニンバヒエが2位だったことに納得できないという意見が多く、ケプラー結成後に一部の視聴者からヒュニンバヒエの脱退要求が韓国で起こったほどです。トゥモローバイトゲザーにヒュニンバヒエの兄ヒュニンカイがおり、コネなのではという声のほか、投票に不正があったのではないかといった声もあるようです。ガルプラ放送当時、ヒュニンカイがガルプラに妹が出ているということを配信で話してしまったことも炎上の一つの要因だったかもしれません。6つ目はガルプラの視聴率が悪かったことです。ケプラーはもともとオーディション番組ガルプラで結成されたグループです。しかしそもそもガルプラの視聴率が韓国ではあまり良くなかったようです。というのもガルプラはプデュシリーズのオーディション番組で、アイズワンが誕生したプデュ48で票数の操作が裏で行われていたようです。そのためプデュシリーズのオーディション番組の視聴率が一気に低下し、初回放送は 0.46%、 最終回も 0.87% と 1% を下回る数字となっています。番組グループともに韓国での知名度が低いことがケプラーの人気につながっている可能性はありそうです。7つ目はアイズワンと比較してしまうからです。ケプラーをアイズワンと比較して物足りなさを感じてしまうという人もいるかもしれません。オーディション番組プデュプロデュース48で結成されたアイズワン、日韓12名のメンバーがおり、その美しいビジュアルとアイドルらしいコンセプトで人気を博していました。デビュー当時ももちろん人気でしたが、その後に人気がうなぎ登りになっていった印象があります。活動期間が終了した時は惜しまれながらの解散となりましたよね。オーディション出身のガールズグループということで、背景としてはケプラーと同じなので、つい比べたくなってしまいますよね。8つ目は契約期間が決まっているからです。ケプラーは期間限定のグループで、いずれは解散することが決まっています。一般的に K-POP グループは同じ事務所のメンバーがグループを結成してデビューします。しかしケプラーの場合は各事務所からメンバーを期間限定で借りているような状態となっているのです。2年半の期間を経て活動終了することが分かっているので、ファンとしても応援の熱を上げにくいというのはあるかもしれません。こうしてみると韓国ではケプラーは人気ない、終わったと言われているのは本当のようですね。ネットの声を集めてみると、やはりケプラーは韓国での人気、知名度があまりないという認識の人が多いようです。ガルプラの投票では韓国と韓国以外の票の換算方法が違い、実質韓国の1票は韓国以外の10票分にも相当すると言われていました。よってガルプラが終わった当時から韓国にはファンが多くなかったのではという意見があります。日本人メンバーもいることから日本では大きな話題になっていた印象ですが、韓国では知名度が低い状態でのスタートだったのかもしれません。以前からケプラーの活動拠点を韓国よりも日本に移した方が良いのではとファンから声が上がることがあったほどです。ケプラーの活動拠点は韓国なので、やはり韓国人気がないのは辛いですよね。ただ日本での人気はどうなのでしょうか。ケプラーには坂本真白、江崎光の2名の日本人メンバーがいます。日本のファンからも厳しい声が上がっているほか、人気低迷してきているというイメージがあるようです。韓国よりは日本の方が知名度や人気があるのかもしれませんが、それでも日本で爆発的な人気があるかというわけではなさそうです。2023年に開催された日本でのケプラーのコンサートでは当日券販売も行われました。人気があるグループのコンサートチケットは予約開始数分で完売してしまうので、当日券販売があることが人気ないという認識に直結してしまうのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。